こんにちは、亀くんです。さあ今回は個人店の方に行きます、はい、向かってます。今日どちらに行かれますか？今日はやってきましたよ。皆さんお待ちかねの萌え庭、渡辺さん家の冬のお庭撮影させていただけるってことで、うんうん、急遽向かってます、はい、問い合わせがですね、実は去年の動画を出してから、はい、田辺さんのお庭のその管理とか剪定のあれを地域で見たいっていう方が結構いて、うん、でこの間黒田さんの動画出したじゃないですか、冬の管理、はい、あのコメントでも、じゃあもう黒田さんのところを出したら渡辺さんのところも見たいみたいなリクエストが多くあって、渡辺さんも快くですね、うん、あいいよなんて言ってくれたんで、まあ、私たち近いから、うんうん、めちゃくちゃ、うん、なんでもう今ピッて来て、そうですね撮影して、まあ、冬の様子と今年の春に向けての、はい、多分いろいろ改良してると思うんで、去年よりもその辺をお届けしたいなと思っております。渡辺さんって知らない方もいると思うんであれなんですけど、女性のガーデナーで、はい、週末だけガーデニングをやられてる方、うん、で、あのかなり相当な庭作ってますんで、はい、ここまで女性でもできるよっていうのを証明できる庭かなと思いますんで、ぜひともご覧ください。到着、着きました渡辺さん家の萌え庭の方を着きました。今日はね、はい、冬の風景をじゃあ今からじっくりと見たいと思いますが、渡辺さん家実はですね、前の萌え庭第1回目見たんですけど、フォトスポットがあるんで、はい、まずそこのフォトスポット第1ポイントちょっと行ってみましょう。はい、ここですね、見覚えある方いるかもしれません。渡辺さん家がまあその中なんですけど、うん、ここ南側です。南から向こうが北なんですけど、南からこう見た時の春のお庭の風景、うんうん、全体像、家入った、ここがまあ渡辺さんのお気に入りポイントということで、これ今2月の中旬ぐらい、まだ緑が出てない状態ですね。今こんな感じになってます、まあ、見る人が見れば分かるんですけど、バラの誘引がとにかくすごくしてあるんで、うんうんうん、これは春になったらものすごいことになるんじゃないかっていうのは、この誘引見るだけでもなんとなくわかるかと思いますが、うんうん、今はこんな感じです。じゃあ早速中入ってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。渡辺さん、待って。渡辺さん、こんにちは。来ちゃった。来て欲しかった。来て欲しかった。ああ、よかったよかった。庭も見て欲しいという。ああ、そうですそうです。視聴者さんから、渡辺さん家の冬の庭は見せんのかいって。ということで、冬の風景っていう、まあちょっと今2月の中旬ですけど、まだ新芽出てきてないんで、まあ、冬の風景でいいと思います。で、渡辺さん、一番最初に出した萌え庭の回。5月ですかね、あれ。そうですね、5月、去年の5月なんですけど、一番ベストシーズン出した時、ものすごい反響があって、でコメントがですね、現在でも200件ぐらい来てるんですよでその中で渡辺さんしか多分分かんないような質問内容が結構入ってたんで、今日ちょっとですね、コメントくれた疑問点をもう本人に聞こうかなみたいな、最初に思ってますんで、視聴者からの質問、はい、ちょっと答えてもらってもいいですか？じゃあ中でゆっくりとお話ししましょう。はい、ということでお邪魔します。はい、ここですね、商談ルームなんですけど、はい、サンルーム、はい、ここめっちゃ素敵やんね。見てください、多肉植物、これ高級お鍋のルクルーゼだったよね、渡辺さんで、これは外にずっと出してたんですけど、鳥にですね、ここ食べられちゃって。あ、本当だ。食べるの？そう、鳥こんなの食べるの？草あるでしょうと思うんですけど、身はよく食べられるのは聞くけど、果肉の半分中に入れましたすごい、ここサンルーム最高ですね、多肉育てるのに。ちょっと見てください、多肉植物、今ここ最高ですね。ねえ、もりもりですね。もりもりいいし、これなんでも私一番好きなんですけど、めっちゃもりもりや。そうすごい。はい、質問コーナーテレビ番組っぽくなってきました、はい、2回出してるんですけど、渡辺さんのところのにはちょっと疑問できてるやつですね。まずいきましょう。ジキタリスの直植えしてありますが、何年持ちますかっていうことです。
ジキタリスはですね、まあ、種類によるんですけども、うん、毛がもさもさしたふさふさ系、あれはやはりね、この日本では1年ぐらいしか持たなくって、うんうん、で普通の葉っぱのは2年草扱いになって、うんうん、でまあ、1年でもダメになっちゃうところもありますけれども、2年するともう本当にね、本数がもう見事に穂が出てくるんで、うん、あの頑張って2年までやっぱ3年目は難しい。あ、もう3年はね、無理です ね、 なるほどね。やっぱ湿度に弱いんで。そうですよね、うん、渡辺さんちでもちょっと低いんですよね、気温。そうそうなんですね。そう、黒田さんのとこ全部ダメになるんですよ。あ、やっぱりね、うん、なんで、ね、2年目ほんと素晴らしい。あ、うん、じゃあ涼しい地域の時期帯ってったら半端ないですね。それとちょっとダメになって抜いちゃおうかなって多分みんな思っちゃうんですけど、そこをちょっと我慢して、うん、で汚い葉っぱとか取ってもう最終的にもう秋までちょっとそのままにしとく、はい、あ、なるほど、意外と生きてる。なるほどなるほど、うん、なるほど。と、あと、ね、うん、あとはね、種ですね。あ、私は、はい、あのもうどうしてもダメだったのは、切って穂を切ってこれポンポンポンって叩いて地に叩いておいてもう必ず出ますから。あ、もうこぼれ種みたいな感じでやらせて。そっちの方を叩いて地面に叩きつけてその花壇にですね。それあれだね、今度動画撮りましょう。これ見てみたいかもしれない。で、あのちょっとね、実物も今あるんで、その叩いて叩いてのこぼれたのが。あ、なるほどなるほど。あ、見ましょう見ましょう。あ、面白い面白い。だから高いね、ジキタリスはありますよね、安いのと、うんうんうん、でまあ、高いの方がやっぱりね、2年まで持つっていうのもあるけ ど、 るど、種もこぼれて取れますか。なるほどね、ジキタリスでした。はい、次はですね、お手入れのペース、植栽とか管理のペースですね、どれぐらいでやられてるとかっていう話なんですけど、週末ガーデナーなのでもう日曜日専門なんですよね、うん、でまあ、多分ね、真似できる人なかなかいないと思うんですけど、朝ごはんはまあがっつり食べて、はい、でまあ、9時過ぎから庭に出ますが、うん、あとはですね、夕方までトイレ以外は家に入らないという徹底ぶりで、もう日が暮れるまでは絶対外という。何があっても外。なるほど。で、まあ、雨が降る時もありますよ ね、 ああすね、うん、雨の時は車庫の中で、うん、まあ、植え替えとか、はいはい、できることをやる、そう、できることをやって必ず外には出てって、で雪が降るぐらいは全然大丈夫で。それで年間通してって話。そうですよ、毎週日曜日は、毎週日曜日はね、日曜日も必ずそういう感じで、もう外に出ないと落ち着かないっていう。なるほどなるほど。家でゴロゴロできないタイプで、だから多分ね、真似できる人なかなかなくって。確かに確かに、うん、で一番難点はどこにも出かけられないという、冠婚葬祭以外日曜日休んだことがないという。そうですよね。そうだからね、 なんかみんながなんとかフェスタに行ったよとかって言っても、全然なんかお土産もお土産ももう配れないというね。もらうばかで。なるほどなるほど。時々惨めな時ありますけど、でも5月のね、やっぱり最高の時迎えると、ああよかったなーって。気合です。そう、気合です。で、そこでたまたまね、まあ、あのちょっとサボる時とかサボる年とかあるんですけど、はいはいはい、やっぱりね、バチ当たるんですよね、5月に。あ、やっぱその分だけは。そう、いまいちだなみたいな。なるほど。だから今、まあ、これぐらいまででも気づくようになったら、まあすごいレベルですよね。でもね、だから日曜日は手を抜かないように。なるほど。やってますということです。次はですね、水やり、はい、水やりの頻度というのか、まあ、どういうふうにこういう広い庭をやられてるのかっていう話なんですけど。そうなんですよね、まあ、まずはですね、近所の方もすごく心配してくださって、水やりに、うん、水道代かかるよねとかね。なるほど、こっちね。まあ確かにね、水道だからね。水道ですよね。そうです、井戸引こうかと思ったんですが、そこまでなと思って。水道代、うん、水道代かかるよねって言ってますけど、まあそれはあの気に入ってないんですけど、はい、5月ぐらいまでは本当に乾燥した時しかやらないんですけど、6月からも暑くなって、はいはい、うん、夏は、まあ、朝晩やってたんですけど、はい、まあ、朝はやっぱりね、もう汗だくなっちゃうんで会社に行かなきゃなんないんで、朝はもうやめて、夕方ですね、もうたっぷり帰ってきて、うん、30分以上の水やりをしてっていう毎日が続きますね。基本的にホースでそうです、巻くっていう感じ、はいはい、スプリンクラーとか自動換水はやってない。ないんです。なるほどなるほどなるほど。それ でたまにはあのやはり活力剤あげなきゃいけないんで、はいはい、ジョロであげたりとかしますけど、うん、ジョロでね、結構時間かかりますよね、うん、それはお休みの日に、あ、やっぱ疲れた穴にはそれをやる。なるほど。だいたい水やりって何分ぐらいかかってるぐらい。30分以上はかかりますね、これだけ広いと。
30分以上、うん、だから上と下ってあるんで、まず下をやって、まあ、でまた上に来て上にもやってっていう。なるほど、水やりです。で、あと多分これが一番聞きたい質問だと思うんですけど、バラの誘引なんですけど、壁に誘引するじゃないですか、してあるじゃないですか、何にもない壁に。フェンスとか網があればなんとなく網にこうくっつけるっていうねのが分かると思うんですけど、壁にどうやったら誘引できるのかっていうのを知りたい方が結構いたので、これはあれですね、実物をちょっと、そうです、うん、見ながら説明していきたいと思いますんで、実物の方行きましょう。ということで、とりあえずお庭の方ですね、はい、頭から今の風景を渡辺さんと一緒にですね解説踏まえてお届けしたいと思いますんで、行きましょう。はい、じゃあ渡辺さんの萌え庭ツアー始まりまーす。ここはまあ入り口というか正面ですね、はい、でここもあれですね、工房ですね、渡辺さんの隠れ家、はい、この中で焼き物焼いたり、うんうん、ハーバリウムやったりとかっていう部屋なんですけど、渡辺さんこれ、はい、工事中じゃないですか。そうなんですよ。ここ去年、うん、ここまで写真撮ったんですけど、なな、このなんかブロックが写ってるのがどうにも気に入らなくて、そう、これがイメージを崩してると思って夫に、はい、あ、旦那さんね、そう、あのガーデンガーデンのこのタイルを買ってきまして、あ、この間買ったやつ。この間買っとったわこれ。この間買ったのを貼り付けて、旦那さんがやってくれるね。っていうしかないからね、うちの構造。そうです。だいたいここの萌え庭の構造物って旦那さんが結構 DIY でやられてるんですね。なるほど。じゃあこれ今度来た時にはもうこれ取って完成してる。多分明日なんかセメント塗るって言ってたんで。なるほど。楽しみやね。これ春、お父さんの腕の見せ所なんで。ブロックよりはいいかなっていう。素敵素敵。そうですよね。感じです。で、振り返ってみると、ここがまあ正面ですね。この木、ちょっと、すごいでかいですね。うん、でかいけど、ちょっと珍しい樹形だなと思ったんだけど、これ何の木？仙丹なんですけれども、仙丹っていうと本当みんなそこら辺にある、仙丹その辺に生えてるんですね。まあ、私でも仙丹のねこの針が好きですけど、うんうんうん、これはですね葉っぱがライムグリーンで、もう本当どこでも見たことがないようなライムグリーンの仙丹なんか見たことないですね。でしょ、ね、でそんな全然知らなくって、私はあの木を買ってきて仙丹ってことで買ってきてですけど、なんかみんなに珍しいねって言って、この葉っぱがすごい生い茂って影になって、またそれが素晴らしいんで、あんまり気にしてなかったけど、今度は撮ってください。ねえ、これも今落葉期なんでこういう樹形ですけど、そうそう、なんか樹形見るだけでも結構素敵な樹形だけどね。でここね、すごくあの下がもうカチカチなんですよ、うん、下カチカチ、うん、でも本当に植えた時も掘ってももう20センチぐらいしか掘れなくって、私がそこに植えただけなんですけど、はい、こんな太くなって、これまた蜜がすごく出て、セミがすごいんですよね。あ、セミセミがすごい、もう本当に。渡辺さん、これ、株元、はい、グラス類、これ、入ってますね。はい、今年はね、うん、グラスとか、リーフ系でちょっと庭を、あ、いいですね。締めていこうかなって。なるほど、なるほど。うん、どうしても、花畑になっちゃうんですよ、ね、女性は。渡辺さんのところは、ちょっと萌え庭っていうだけあって、ちょっとそういう要素があったんですけど。それは卒業したいって、いつも思ってたんですけど。なるほど。だけどちょっと今回いろいろ勉強して、なるほど、グラス系ちょっとシャープなグラス入れたりとか、うん、葉っぱ類をちょっと増やして、リーフで、確かに確かにちょっと締まるっすよね。そうですね。これもしや渡辺さんが大好きなやつ。このこダナセナムだね。そうなんです。小株ですね、えらい。そう、これ植えた、こぼれ種で出てきたのを、はいはい、秋にポットに移して、はあはあはあ、でちょっと育てて、あ、めっちゃいいですね。まあ、でも大変ですけどね、やっぱポットに行くまでの過程が、なんですけど、これってでも毎年タナセナム種でやってる？いや、今年はね、なんかすごいこぼれたんですよね。あ、なるほど。いつもはこぼれるって本には書いてあったんですけど、全然こぼれんじゃん、嘘と思ったんですけど、ちゃんとこぼれた。そう、あ、よかったよかった。やっぱこぼれるんだと思って。すごい。で、今ちょっと上の方の庭にもこぼれたところがありますので、それを見てもらって、これはそれを拾って、ポットに植えてっていう、やっぱそういう作業は絶対必要なんで、ポットに植えて、ここに戻すという。タナセナム、めっちゃ可愛いし、めっちゃいい匂いするし、買うと高いんですよ。そうなんですね。こんだけ増やせるとめっちゃいい。でもね、注意必要で、肥料が効いたところはね、大きくなっちゃうんで、倒れちゃうんです。長くな、徒長しすぎる。
というか、痩せたところに植えると本当にいい感じ、しまった感じでね。あ、勉強になりますね。はい、でちょっと行ったらここですね、はい、これちょっと変わった構造物がありますけど、これはまあ僕知ってるんですけど、あれですね、富士ですよね、四季咲きのアメリカ富士、アメジストフォールだったかな、確か四季咲きの、そうですそうです、ね、草、ぶどうみたいな感じの、四季咲きっていうのは私秋に咲いたの見たことないです、ね、あ、確かに確かに確かに。これあれなんですよ、めっちゃ可愛いんですよね、本当ね、最初見た時感動しました、もうみんなに自慢しました。俺渡辺さん家で見て、俺ん家植えた。あ、そうなの。あれ可愛いと思って。いや本当にね、本当可愛かった。あの富士っていうとさ、本当にバカでかいね、富士棚の富士でダーっていう印象だけど、全然違うんですよね。ブドウみたいなね。ブドウみたいなね、ボボーってやつがね、実がつくんですよ。だから結構 Y 精子なんで、コンパクトに仕立てる。今でもすごい出回ってますよね。今 出てきましたね、ようやくね。ここがこう、富士、巻きついて、巻きつかせるっていうのかな。これも結構おしゃれなポイントですね。はい、ちょっと来ましたけど、ここですね、渡辺さん、これなんかちょっと変わったっすね。そうなんですね、やっぱり前と全然変わった。そうですね、変わったかって、木のテーブルはやっぱり腐ってきてしまって、うん、椅子もちょっともうちょっと座ると危ないような感じになったんで、夫がちょっとやる気を出して活躍した。そう、新調したんですね。なるほど、綺麗だもん。で、うん、でまあ、ちょっと塗装して、中を、うん、あの掘って多肉を、これいいっすよね。昨日完成したんです。あ、昨日完成したのか。ここさ、これちょっと下どうなってるかちょっと見えるかな。ちょっと下潜ってみますね。はい。お、箱状に加工されてる。すごいっすね、これ。これお父さん頑張って作ったやつだね。得意中の得意。確かにね、多肉植物だったらこういうのできますよね、植え込んじゃってみたいな感じで、ね、私はちょっと昔はもう多肉だけでこう寄せ植えしてたんですけど、はいはい、普通の植物を入れて多肉をするとすごく多肉が生きるってことが分かって、分かって、今年ちょっとやってみたらいい感じって自分でなんか思ったんですけど。いいね、どうでしょう。来たね、はい、結構多肉植物好きな人って多肉ばっかなんですよ。そうなんです。買う植物も多肉ばっかで、極論結構園芸店来ても多肉コーナーしか見ないみたいな人って結構おるんだけど、私もそう思うんですよね。他の植物と合わせてやったら結構素敵になるんじゃないかっていう植物結構おるんですよね。で、まあ、あとは性質が多肉みたいに水をちょっと乾かし気味に合うような植物選べば結構使えると思うんで、こういうセンスがまたあるかな。いやいや、多肉だけっていう、ね、概念をやっぱ外した方がいいなっていう、ね、今年思いました。あ、楽しみやね。ここも植えたばっかだから。あ、でも ね植えたばっかでも全然多肉の場合はね、水植えとけば大丈夫なんで、ね、ここパラソル立つんですか。立ちます。立つですね、うん、ここにパラソルがバーッと立ちますんで、直射日光とかも、まあ、夏はね。じゃあここでお茶できるですね。もちろん最高の場所なんですね。お茶スペースで、ここやっぱ冬の風景なんで特に見えるんですけど、渡辺さん家も黒田さん家みたいにもうシーズンになると地面見えんくなるぐらいこう花と葉っぱで溢れるんですけど、今の時期やっぱりこうすっきりしてるんでよく後ろが見えます。で、気になっちゃったのが裏のアガベ、裏この後ろです。アガベがちょっと私は大好きなんですよね。これアガベ、これっておさむさん家にあったやつですか。おさむさん家にバカでかいやつあったでしょ。ありましたね、はい、うん、2メーターぐらいになったやつ、ね、お嫁入りなんですね、子供が。おさむさん家の子供。そうなんですよ。おさむさん、ありがとうございます。他人の家で子供子供産んじゃったの。今私育ててます。この辺ってもうでも本当にシーズンだとあんま見えなくなるんですけど、この下はあれですか、もう放置。これ、いや、これね、植わってって、うん、アナベルとかが植わってるんで。あ、そこアナベルか。そう、あの中も最近もアナベルが出てくるという。なるほどなるほどなるほど。このでもこの下は球根類ですかね。いや、まあ、勝手にこれね、勝手に増えちゃってる。勝手にどんどん増えて、もうなるほどなるほど。この下がカチカチなんで、自分では植栽できない状態になってるんですよね。球根類元気ですね。でも
で、ちょっと、あ、ゆめちゃん、あっち行こう、あっち。あっち。うん。あ、ここがね、ちょっと俺好きなところ。はい、ここですね、萌え庭見てる方はご存知だと思うんですけど、あの時はもう本当に5月で、生い茂って、これ山帽子でしたよね、確か。そうです。山帽子も、もうバンバンに葉っぱが出てきて、超日陰エリアなのね、ここ。今はもう冬、山帽子ないから、すっきりともう明るい日向エリアに変わって、ここの、これが見れるのも今の時期だけですね。ちょっと覚えておいてほしいなと思います。結構これ植栽はされたんですか、後からは全くしてますけど、しました、観察モリスが今は全部、ね、モリス、うん、葉っぱを切っちゃってるんですけど、はいはいはい、これがまあ本当に爆発しますんで、でかくなりますよね、あんまり植栽できないんですよ。なるほど。このアカンサスがね、めちゃくちゃいい具合で山帽子とあの日陰エリアのね株元なんで、結構この落葉樹の株元ってシーズン中は暗くなるんだけど、オフシーズン中はこうやって明るく日向エリアになるんで、こういう半日陰が好むような植物はやっぱ生育がいいかなっていうところなんですけど、ちょっとなんか変わったやつあるですねこれアザミ、そう、インパクトありますよね。この負の入り方すごいですね、本当に変わってって、もう変わってると言ったら、まあ、黒立てですよね黒立てから、うん、やってきたアザミでございますよ。おさむさん家から黒田さん家からお嫁に来ちゃった、ありがとうございます黒田さんもう何やっとるあの男の衆は人の庭に子供をたくさん産んで、はい、あーなるほど、変わってるもんだって、これ黒田さんのところから来るの本当変わってますよね、アザミもさ、めちゃくちゃあれ本当種類がたくさんあって、園芸種もそんなにあの色出回らないんだけどね。これは本当に大型で、で、まあ、ここ大型のゾーン、そうですね、にしてるんですよ、うん、で、アザミでジキタリス、そうです、ジキタリスもでかくなるっすもんね、うん、確かに結構こうどんどんと出るようなエリアで、春お楽しみください、このエリアめちゃくちゃ私好きなエリア、そうなんです、はい、でこれ日陰エリアのすぐ横なんですけど、これジキタリスとかいろいろ植わってますね、植わってるんじゃなくて、これがこぼれ種ですね。あ、これこぼれ種ね。叩いて叩いて。叩きまくったやつです。ジキタリスを。で、種がちゃんと出てる。去年ここはすごくジキタリスがこのくらいまでこう全部なっちゃったんですけど、はいはい、バラをちょっと隠しちゃったんで、今年はもうこぼれ種をそのままにして、手、うんうん、を低く感じでやってみようかなと思って今そのまんまにしています。あ、なるほど。で、ここでここのバラをちょっと楽しみたいという咲いたバラ。このつるバラの誘引もすごいですね、しっかりしてますね、これ仮面くんガーデンチャンネル習ったでしょこれ俺がみたいな、うん、横に起業家たちがそうすこれが起業家が倒れてます、うん、でこれフェンスですね、フェンスにビニタイね、緑のこういうので巻きつけてあって誘引されてるっていう感じですね。結構誘引の仕方って自由だと思うんで、ほら、うん、こっからこういう風にバラとバラだけでビニタイで誘引するとか、特に決まりはないんで安定するような感じで巻きつけていく、なんでこう縦型の細めの柵だったらこういうビニタイでもそのままダイレクトにつけていっちゃうってことができますよね。はい、ということで日陰エリアから対面側に移ってきました。ここをですね、あの萌え庭ベスト5で出てきた植物たちがいます。ご存知のこれ何でしたっけ？エスペレティア、モフモフ。ラムズイヤー似てるけど違うんですよね。そうもっとモフモフのシルバーがかった。上品な感じ。上品ですね。これでも弱いって言ってたじゃないですか、夏。はい、やっぱダメでした。ダメ。もう6月に入る前に元気なくなってくるんですよね。じゃあこれ新しくもじゃあ増えた株ですよね。そうなんです。でも好きなんで。好きなんで。買っちゃった。買ってしまいました。なるほど。エスペレティアと。これもね、もうほとんどないですね。アッシュウェンゼですね。ないですか。バラ、ないですよ、もう。アッシュウェンゼっていうバラで、めちゃくちゃちょっとやばい色の。かっこがいい。かっこいい色のバラで。もうこの、あの時はもう花がちゃんと咲いててっていう葉っぱがついててたんですけど、今はもう本当に棒の状態のツルですね。弱々しい感じなんです、結構細いですね。そう、そのように立派な花咲く、茎自体はかなり細いって柔らかそうな
感じの茎なんですけど、花は結構大輪のしっかりとした花が咲くということで、でこのパーゴラ、これもご主人手作りやったね、はい、そうです手作りパーゴラを覆うバラが、巨大なバラが2本ありますけど、手前はポールヒマラヤムシ、ポールヒマラヤムシ、うん、まあバカでかくなるやつですね、そうですね、ツルバラでね、うんうん、代表的な、そう、ちょっとお手入れ大変、ちょっとお手入れ大変なやつですねその奥があれですね、うん、大好きな大好きなバラですよ、渡辺さんの。これが渡辺さん第1すすめのバラツルヒストリーっていうバラです。このバラももうほとんど完売しちゃいました出てませんけど、冬の風景こんな感じですね。かなり太いですね、幹が。そうなんです、うん、立派に、ね、枝とかすごい今年やられてて、もう枯れちゃうのかなって思って剪定してみたんですけど、はい、意外と強い芽がなんか出てて、今年もなんか楽しませてくれるかなって期待したいそうですね隣のポールズヒマラヤムスクの芽と比べてもツルヒストリーの芽の方が 2、3倍でかいですね。すごく力強い、力強い、これすごいことになりそうですけどもでこれでも実はこれ内側なんだけど、これ渡辺さんちってさっき冒頭でも見せたんだけど、南側こう見れるようにちゃんと誘引もされてるんで、ちょっと壁面の誘引も見てみましょうか。これツルヒストリーとポルズヒマラヤムスクの逆側ですね、外側なんですけど、これもツルバラですね、でかいの。これ何でしたっけ？フランソワールジュランビラって言って、もう本当に成功性で、うん、初心者の方でも多分あっという間にツルバラ形になると思うんですよ。丈夫だし、ツルめっちゃ伸びますねこれそうなんですよ、1本のツルの長さが半端ないぐらい長いですね。そうそう、もう 2、3年でなんかあっという間にこうなってしまうんで、なるほど、初心者向けだと思います。結構これ裏側の下から低い位置でこう誘引されてるんですよね。あ、そうです ね、こういうちょっと低い感じで横にこう合わせるっていうこともできる。でこれちょっとあれですね、渡辺さん、ツルヒストリーとポルズヒマラヤムスクってなんかこっちから見ると無理やりねなんかこっちに引っ張ってる感があるあえてやったんですか？やりなくてですね、ここにガセボが手作りでこう木であって、あ、この前に、そう、その間にちょうどガセボを作って、でそれにその2本を巻きつけて2分にこうなってたんですけど、はい、台風が何回か来るうちにやっぱ木だったんで手作りもあって倒壊してしまって、うん、あ、ガセボがなくなって、 でそれを誘引するところがなくなってこれが出た、もうガセボいいから夫にもうパーゴラみたいなものをここに作ってって言って、なるほどね、でも無理やり向こうからこっちへ持ってきたんですね。なるほどなるほど、なんでちょっと面白い感じの面白いというか、まあ、普通はなありえない植栽っていう感じですけど、確かにね、言われてみればそうですね、うん、パーゴラに合わせた感じじゃないですもんね。なんだけど、まあ、結果結構、まあ、こっちから見た時にはそれなりに素晴らしい絵になるっていう。なるほどね。でこのフェンス、何にもない、さっきの柵のフェンスはこの隙間があったんで、隙間と隙間にこうビニタイを絡ましてたんですけど、隙間がないようなフェンスの誘引で使うのが、はい、こういうピンですね。こういうピンを U ピンとか、まあ、この字型のピンが多分ホームセンターさんとか多分売ってると思うんで、その辺をもう打ち付けておきながらのビニタイですね。ビニタイで細くしてそこにつけてあげるっていう形で、まあ、壁面に、まあ、木の場合ですね、打ち付けてあげればこういう風に横の誘引っていうのがしやすいのかなという風に思います。いや、しかし手作り、お父さん頑張ってるね。でもだいぶ腐ってきますけどね。またじゃあこうなんかモデルチェンジを。いいのかな。ということでちょっと中の方入りましょう。はい。ということでまた戻ってきました。でここのエリアですね。ちょっと気になったのがアガベ。さっき言った。これなかったと思うんですけど。そうなんです。今ね、ちょっとアガベとかドラセナニコって言って。ハマっちゃった。そう。とかユッカとかね、もうこっちにもありますけど、はいはいはい、そういうふうに凝ってて、うん、でこれはちょっとあのガーデンガーデンさんの割引、年末の割引あの時に思い切って、ね、安くなったんで、うちの子か、そうそうなんです、ね、安くなってたんで思い切って買って、はい、でも部屋の中ですごい大切に育てたんですけど、うん、
もう地に植えたいんですよね、私どっちかって言ったら。なるほど、なるほど、はいはい、で調べた結果、まあ、いけるだろうみたいな感じと、うん、あとこのミモザとそのアガベみたいなのが合うというのをちょっと情報を得て、なるほど、一緒に植えてみようかなと思って。チャレンジ。そうで、カレックスが、まあ、いい風に成長してるんで、これ横ですね、これカレックス葉っぱですね。それとの合体で今年どうかな。ちょっとリーフ系と葉っぱ系で、まあ、ミモザちゃんと花咲きますもんね。そう、もうじき咲くんですけど、うん、まあ、ミモザどっちかって言ったらこれはもう葉っぱを楽しむものなので、そうですね、花はあまり気にしないで。そうですね、これブルーブッシュっていう多分品種で、普通のフタアカシアみたいな感じの葉っぱの形状じゃないんで、ちょっと太めで出てシルバーがかってるっていうのかな。うん、樹形がすごくいい感じ。なるほど、なるほど、柔らかくていい感じです。うん、確かにまあ色目的にはすごく合うような感じの初コーディネート。これの成長も楽しみや ね、 ね、これはね、剪定がなんか重要らしいんですよね、こいつ。うん、結構でかくなる。そうだから平な感じでこうね、そよそよっていう感じに仕立てたいんで、透かし剪定です。そうだから、あの花を意識しない剪定、もうしょっちゅう剪定してるっていうのが基本らしいんですよね。うん、すぐでかくなっちゃうんで、らしい。これをちょっとね、なるほど。というか気になった、なんかこの構造物が。これなかったっすね、これも。そうそう、今ね、あの冬だけあやめとすごくいい感じで色がちょうどお花も咲いて、うん、そうそうそう、この色目とこの椅子いいっすね。これ主人がなんかすごい気分が乗ったらしくて、うん、あっという間に作り上げてました。すごいじゃない、クオリティどんどん上がってるよ。あるじゃん、だって半分。そうどうしちゃったんだろうなっていう。ねえ、なんか売り物であっておかしくない。この色もお父さん選択？それはちょっとね、それそういうセンスがないんで、それは私がブルーグレー、とにかくブルーグレー、あの夫はあの白とか茶色とかベタ塗りの、ね、そうそれしかわかんないんで。あー、やっぱりね、お父さんそこのセンスはなかったけど、そうそう、まあでも合わせ技でいいですよね。色の選択は渡辺さんで、コード物はご主人。いやー、どんどんできますね、新しいのが ね、 まあね、新作が。 その代わり、あの壊れちゃうのもあるけどね。でちょっと気になるあそこの小屋ですね、渡辺さんと象徴するちょっと小屋の前まで行きます。はい、ということで、めちゃめちゃおしゃれな小屋の前のお庭になります。でここをですね、ちょうど下草になるですかね、クリスマスローズが今の時期結構綺麗にされてます。これも結構な大株になってますね。そうですね、もう本当になんか10年選手ぐらい、10年選手ぐらい、うん、あのそんな洒落たのじゃないんで、うんうんうん、丈夫なんですよね、すごく、うん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 、で、たくさんあってますね。え、やっぱ花つきもいいし、この時期やっぱお花があるといいですよね。まあ、下草にはやっぱりこういうちょっと日陰になるエリアかな、の株元にクリスマスローズやっぱり合わせやすいかなっていう気がしますね。で、あの奥ですね、奥渡辺さん、あれなんかちょっと植えたばっかっぽいですけど、そうなんです、一輪中物で庭石賞っていうのかな、日本名が庭石賞、これだね。イギリスとか長野の方に行くと群生して、もう宿根草らしいんですけど、群生ってすごくクリーム色の感じのいいね、花咲くんですけど、はい、この辺ではもう一年草扱い。あんまり見たことないかも。いい花。へえ。ちょっとその前のこのアザミショーっていうのがめっちゃ気になるんだけど。黒田アザミです。黒田アザミです。名前は。黒田さん力。これでもなんかアザミなんですかね。アザミって書いてあるんですけど。すげえ変わってる気がする。どんなの咲くのか。ちょっと楽しみですね。でもここの新しく植えたエリアってことは、なんていうのかな、やっぱ枯れちゃったものがあるから植えるっていう、やっぱり。モグラの通り道なんですよ。ここモグラだ。そうだ。渡辺さん家はモグラの通り道だったんですよね。今またすごく活発なんですよね。なるほど。じゃあモグラさんの通り道でやっぱ枯れちゃった植物の場所が、まあでも年々変わっちゃうっすね。そこの捕食に。いろいろ植物を入れ込んでいくっていうことなんですね。はい、でこれ小屋の正面ですけど、これ新しいね。そうなんです、ロサオリエンティス。あの今どんどん品種が出て、無農薬とか花の違いっていうのが本当にたくさん出てきたんですけれども、はい、まあ、その中でなんか私が好きそうかなっていうのを、はい、私にいくつか植えてみたんですけれども、はいはい、これもすごく花も違いの色も綺麗っていうことで、すごく楽しみにはしています。うんうん、サオリエンティスって結構いいバラ多いですよね。そうですかね。
ちょっと素敵なバラが多いですね。ちょっと僕も好きな系統のバラが素敵イコールやっぱ弱いとかね、そうです、そうそうそう、今まではあったんですけど、今はもう素敵イコールも強いみたいな。ロッサンオレンジスは結構強いの多いんじゃないですかね、なんとなく。でバラですね、ここのやっぱりすごいのはこの丸いアーチに誘引されている、はい、これもすごいな、この誘引見て。これ渡辺さんがするんでしょ。でこれのバラもあのフランソワーズグランビアなんですけど、はい、株元がすごく大きいですけど、もう一年生活1人ですけど、もう何回も入られてすごい女性になってこの幹、多分自分がやっても持てるかなぐらいの幹だけど、これぐらいになるとカミキリムシさんがやってくるっていうところで、でもまあとりあえず生きてる、うん、やっぱでかくなれば樹勢もそれなりについてくるかなっていうところですね。この小屋のバラの誘引はこの横の一歩とで今言ったこのアーチにかかってるバラちゃんも実は屋根の方まで引っ張られて繋がってますね、繋がってるのと、でこの横ですね、サイドから来てるのと、その奥ですね、そこから来てるバラで計 1,2,3,4 種類かなのバラたちで構成されていると恐ろしいことですでこの小屋の屋根まで誘引してあるんですけど、横にザーッと、これはもしかして渡辺さんがやった、私自身が本当はですね、下から落ちるなよーとかって言われて悪情な夫だ、本当にね、渡辺さんこの上乗ったらちょっと危ないよね、命がけですよ、命がけですよね、下がやっぱり、はい、あの傾斜があったりして、ね、足元がねちゃんとしてないんで、確かにあのはしごとか脚立とかもガタガタの状態で上まで乗るんで、確かに今年は上まで乗った状態の時に脚立がなんか外れてしまって私は宙吊りになって危ない危ない、たまたま夫がその時たまたまいたんで、もう早く来てみたいなやっぱ2人ペアでやらんと危ないですね、危ないけど、やっぱやったらやっただけのあれが出ますよね、この屋根の上のやらないと、それとね屋根のところにやっぱ葉っぱがもう全部積もってるんですね、あーなるほど、取らないとね、取ってあげて、それから誘引するんです、その屋根の上の枝にカミキリがすごく来るんです、あ、そうなんですか、あ、溜まったところに、うん、あ、じゃあ枝に、あ、枝に来るんか、枝に来て、枝がもうほとんど枯れちゃうんで、もうその枝も取りながら、あ、屋根の上の作業結構時間かかるんです、ね、なるほど、もうここまで太くなるとカミキリ入っちゃうのか、そうそう、あ、上の枝でも入りやすいっていう、で丸1日以上かかりますね、そうですよね、向こう1日こっち1日みたいな、確かにこれでもなんかイメージが、これ初心者の方ももちろんおると思うし、多分これが花がバンって咲いた時になんとなく、あ、すごいなっていう感じなんだけど、やっぱこれどうやって作ってるんだろうっていうのは、やっぱこの時期のこの枝の誘引の仕方っていうのかな、これ見れるのはちょっといいですね。でこの窓枠にかけてこう誘引したるじゃない、こうやってね、うんうんうん、いろんな形でこういうワイヤーも使ったり、こういう釘使ったりとかで、窓の周りをこうつるで巻いてる、でこれが葉っぱがパーって出てくると、この辺が花に覆われてね、ここに夢だったんですよここにちょっと中から見えるとか、これなんかこういう枠組みで構成されてるっていうところで、なんかこういうのいいですよね。参考になった方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。すごい、でもやっぱバラってやりがいとか半端なくありますね自分の自由自在にやっぱできるっていう、ああそうですね、工藤田さんも言ってた、もうこれが一番楽しいって分かる気がするね。適宜さえ覚えればもう自由自在に、そうですね、絵にできるっていう、そうですね、うん、なんとなく要領とやり方が分かれば、あとはもう結構自由に楽しんで毎年形を変えると
すごいですね。と言いながらまだバラたくさんありますんで今度は上の方ですね、行ってみましょう。はい、これ入り口のアーチなんですけど、アーチの結構バラの誘引って、まあ、どうやってやるんだろうみたいな感じなんですけど、まあ、大体この片方片方で壁面はわしていってこう重ねるっていうパターンがちゃんと渡辺さんのところもやられてます。でこっち側ですね、あこれもロサオリエンティス、オデュスやね、この間咲いてましたね、去年の動画ではね。このようにこう SG というか螺旋というかっていう形で誘引の方してあります。今ビニータイはあんまり神経質にならなくても、うん、葉っぱが出てきちゃうんで見えなくなるんでそんなに神経質になる必要はない。でこれこっち側渡辺さんなんかちょっと短いですね、生育がね、良くないんですけど、うん、6月ぐらいの時になんか株元触ったらグラグラだったんですね、はい、あーなるほど、いいと思って、うんうんうん、もしやしてと思ったら、うん、悪さをするコガネムシの幼虫、あー口の中につくだ煮ができるぐらいうじゃうじゃいまして想像したくないなでいつもだったら私は抜いて鉢変えるんですけど、はい、一度ちょっと薬でやってみようかなと思って、うんうんうん、薬ダイアジノみたいなのを巻いて、ね、よく混ぜて、やったらまあやっぱり浮いてきて、あー、ね、なるほどね、うん、はい、でその後なんかちょっとしっかりなったんで根が、うんうん、あこれいけるなと思って、うん、今年ちょっとそれでチャレンジして咲かせてみようかなと思ってるんですけど、はいはい、芽は吹いてきてますもんね。だからなんかそれ株元はしっかりもう根付いてるんで、うんうん、あのいいかな、ちょっと早期発見だったもんでよかったのかな、分かりませんけど、結構だってあれ発生するともう本当うじゃうじゃ発生して、うん、蜂だと、ね、なんかない、なくなっちゃいますよ ね逃げ場がないんで、うん、案外あるあるなんだけど、やっぱ植物全般的にこのコガネムシの幼虫入るとなぜか枯れ出すとかなぜか生育悪いっていう現象起こるときは結構この株元をねちょっとこう張ってるかなみたいな、こういう風にね、これでもう簡単にねグラグラ揺らいじゃうのは土の中にね入って根っこを食べちゃってる虫なんで、これ確認必要ですね。ちょっとおかしいなと思ったら株をちょっと触ってみる、で揺れたらまあその地下の虫っていうことで退治していただきたいなっていうところですね。あるあるですねこれ、バラには。それでまあ復活できればね、またそれは取れる。そうですね、はい。じゃあここもね、ここも誘引されてますけど、まあ、ちょっと気になるのはこの本当玄関のウェルカムローズみたいなところですね。でここですね、本当に入り口なんですけど、もうこれなんか想像するだけでワクワクしちゃうんだけど玄関ですね、このバラのアーチ、自然な、はい、をこうやって入るんですけど、これ渡辺さん、トイですね、上。そうなんですよ、トイに誘引してあるんです。わかるかな、本当ね、最初はどうやって誘引しようかってすごく悩んで、うん、こんな風にやってなかったんですけど、最終的にトイにワイヤーを巻けばいいんだと思って。なるほど、うん、巻かないと固定できないんで。そうですね、それ以外にないなと思って、トイに針金を巻いていって、うん、それにビニタイでくっつけるみたいな誘引の仕方ですね。でトイのこの逆側も木の方に沿って、さっき言ったこの字型の U の字型の針金をつけつつ、横にも誘引っていう形で、この正面ですね、すごいこう期待感満載の、ここ本当綺麗ですよ、もう咲いたらね、憧れるよね、なんかこのお家に入るのはなんか毎日帰ってくるの楽しいですよね出る時も朝本当はこの玄関のフレームにしたかったんですけど、うどんこになっちゃうんですよね、雨当たらなくて風通し悪くて、なるほど、まあ、病気もね、うん、出てきてしまうっていうところなんですけど、はい。で根元ですね、お隣にいるペアはクレマチスです。これでかいですね、これ大株ですね。これね、もうすごい大きな花咲くんですよね。まあバラの肥料をまあ吸い込んでるっていうのもあるけども、一番花は本当にみんながすごいねっていうくらい、うん、でかい大輪株もすごいですもん、かなりでかいです、ね、何年目ぐらいですか。これね、もう10年クラス、うん、ここそれこそね、こんな感じで土なんてね、うん、あまりなくてないですね、うん、過酷なところにね、クレマチスってすごいなと思って、すごいっすねバラとクレマチスの共演しながらなんですけど、今ちょうど純平ちゃんのところに
梅ちゃんえらい、なんか惚れちゃったみたいの女の子だからさ、もう男の子大好きなんですよ。なんだ梅ちゃん今日俺でも来てくれないな梅ちゃん来てくれた、かわいい、なんだかわいいですね、かわいい、はい、で、ここですね、振り返ってみると、あー、そう、新しくファニチャーができてます。うん、ファニチャーテーブルと一緒ですね。気になるのはね、あのファニチャーの下の切り株みたいな、ちょっと近づいてみますか。渡辺さん、はい、このファニチャーもいいけど、この寄せ植えいいね。そうな、セダムのね、ちょっと寄せ植え作ってみたんですけど、今すごい気に入りで、すごく可愛いな。可愛いよねしかも自然光はこうやって当たると、もうめっちゃ綺麗だよね。セダムの種類が豊富で、確かに確かに、ガーデンさん行ってもすごいですよね。最近多いね、うん、多い、うんうん、多肉もそうだけど、うん、僕はセダム結構好きなんで。セダム動きがあっていいです。可愛いでしょ。そうなんです、そうなんです。セダムめっちゃ可愛い、結構強いしね。そう、あのお水もそんなにね、やらなくてもいいし、寒さも結構強かったりするんで、うん、結構使えるけど、この寄せ植えも素敵なんだけど、この、これですよ、これ気になるの、これ。これ。これ、これ、切り株っていうか、これ、木ですね、切った。寄せ植えの。銀アカシアの大株、大きな大木がここにあったんですけど、うん、台風の影響でやられてしまって、はい、でもう、まあ、しょうがなくて切ったんですけど、うんうん、下まで切れなくてかわいそうで、なるほどなるほどなるほど、何かに使えないかなっていうのあったんですけど、はいはい、でそこに本当はバラを巻いてたんですよ、このバラをね。ああ、ここの裏のバラを、うん、でもなんかいまいちだなと思って、はい、うんうん、ちょっとここにこう、ね、テープとか置いてみようかなと思って。なるほどね、隠しつつ、うん、そうで、この木を、うん、そのパラソルの、うん、あの足固定するために巻きつけるように最強の土台じゃないですかこれ。そうそうそう、役に立ってもらおうかな。なるほど、パラソルベースだこれ。だいたい普通パラソルってパラソル立てて土台を買わないといけないのね。パラソルベースって買わなくてもいい、ね、最強の土台がついてるんで、ね、これにくっつけちゃおうって、こういう発想も面白いですね。なんか切り株隠しながら、そうだから、ここをちょっとまたこうなんか違う風な感じで、あ、演出したいなと思って、ね、ちょっと新しいエリアですね、うん、これもちょっと春なんか来たいねここね。だからね、ここもこれもそのアカシアっていうか、あのミモザの種類ね、両方あるに、はい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 、はい、うん、これ枯れちゃったんで、もう大株にあんまならないので。なるほど、コンテナでね、うん、コンテナの方がいいかもしれないけどね。ミモザ系はね、今ミモザすごく種類は増えますよね。そうですね、増えてる増えてる、うん、で葉っぱも好きなんで、うん、ちょっとね、結構あの地に植えると結構アカシア類はバカでかくなっちゃうんで、う、うん、あの植えたい方はちゃんと場所を選ぶと、迷う方はコンテナのね。そう、でもちょっとおしゃれな、ね、うん、コンテナに植えるとすごく近くなるんで、ね、うんうん、いいと思います、本当に。はい、ここ家の横ですね、うん、家玄関の横っていうかな。バラが綺麗な誘引ですねこれそうなんです、ちょっと貴重めに。これ結構綺麗に誘引しちゃいますね、こっちとこっちと流れるような。この通り咲いたら本当にきっと素晴らしいと思うんですけど、やっぱりあの咲く想像、はいはいはい、押しながら誘引するっていう。なるほどなるほど、確かにね、どういう風に出るんだろうっていうのをちょっと想像した方が今後の誘引のあれになりますよね。そうそうです、でやっぱ幅は均一にしないと。そうですね、ムラが出ちゃうんでね、この各枝の誘引の幅っていうのがあんまりムラがありすぎない方が、花が咲いた時には結構綺麗に統一感があるように見えるっていう感じで。はい、これバラの下の植栽なんですけど、これちょっとですね、渡辺さん今年攻めておりますね。あれドラセナですか、ユッカ、ユッカです、ユッカですね、うん、あの本当なんか一目惚れしちゃって、ガーデンガーデンさんにありました、うん、あって、あのなんかピンクがちょっとかかったような風の入り方ね。でユッカはあの将来的にはもうこうやっぱ伸びてきちゃうんですけども、ね、そうですね、まあ、これはなんか成長が緩やかっていうことを聞いたんで、うんうんうん、ちょっとあのバラの株元にアクセントにして入れてみようかなと思って。そうですよね、あとこういうちょっとリーフ系が今年はね、やっぱりさっきも冒頭にも言ってたけど、結構攻めた感じで。そうなんですね、もう花畑卒業したいっていうのは本当に今年強く思っててそのせいかやっぱユッカとかそういうのを入れてインパクトがあるには、
ちょっと目線がまたちょっと変わりましたね。すごいな、楽しみだな。この子とかもね、俺どっかで見たことあるんだけど名前が全然思い出せないですね。すごいっすねこれ。なんかね、一回売り場で見たのかな、名前忘れたんでちょっとまた調べておきます。秋ぐらいに売ってたんですよ。めちゃくちゃ綺麗ですね。最終的にどれぐらいになるのか見たいですね。そうそうそう、ね、すごく大株になったらその色で大株は素敵だと思います。ねえ、ちょっと調べますけど、結構カラーリーフ系が多いけど萌え庭の要素が完全に入ってますんでちょっと今年の春の開花の庭もちょっと楽しみですね。ああ、ちょっとバラも増やしたんで、ここあの本当にお花畑だったんですけど、バラがもう3本ぐらいこう増えて、そうですね、うん、リーフとバラといい感じになるかと思います。楽しみです。はい、ということで渡辺さんの萌え庭、まだ実はですね、細々したところあるんですけど、ちょっと紹介しきれませんので、また春ですね行きたいなと思います。そうですね、もう本当に春楽しみになんですけれども、うんうん、まあ、春の楽しみ、その庭を見る楽しみの後にあのティータイムあるんですよ。あ、なるほど。で、はい、今日もそのあのティータイムを、うん、ちょっと撮影していただいて出ました。こんなんだよみたいな余談ですみたいないいんですか、いいんですか。いいんです。じゃあ余談タイムをティータイムでいただきます、はい、ぜひどうぞ。はい、めっちゃ綺麗だね。香りがやばいっすねこれ。これね、あの毎年もあの見に来る人にはお茶出せる限り出してるんですけど、はい、すごい人気。何ですかこれ。あのオレンジハーブティーって言うんですけど、色はまあ、あのなんかローズヒップ系。そうですよね、ローズヒップっぽいですけど、そうそう、香りがオレンジなんですよね。そうで、香りが本当に良くて、めちゃくちゃいい香り。そう、この春にこの色も合うし。なるほど。やっぱハーブティーいいっすよね。ハーブティー結構好きだ、ね、でもどうなんだろう、男の人にはどうなんだろう。男の人コーヒーの方がいいかもしれない。でしょ。一般的な男の人は、女性はね結構気に入ってくれるんですけど、確かに、うん、一般的な方はあのライオンコーヒーで、ライオンコーヒーね。お世話さんのだけど、自分結構ハーブティー好きだもん。あ、そうなの、うん、ハーブティー好き。男性珍しいね。うん、結構飲むよ。これは本当にね、おすすめ。すごい。あ、香り癒される。あ、これ幸せだね。これお花見ながら、これ最高ですね。そうそう、そう、それで本当喋りながら、もう本当時間がね、何時間あったらね。確かに、もう女子会どころじゃないこれ。3時間でもいけちゃいます、ね、3時間ですね。いいっすね、自然の力っていうのは。本当に感じる。ハーブティーもいいし、ね、梅ね、梅ちゃんも飲みたいよね。ていうか食べたいね。食べたいのか、ね、お腹食べたいね。あの、そういえば渡辺さん YouTube で、はい、とあんまりコメントは書けないどうやっていいかわからないっていう。そうで、今回良かったなと思うのが、やっぱ視聴者さんがコメントを入れてくれるじゃないですか、うん、でコメントの中でもやっぱ疑問点とかさあるじゃないですか。でその疑問点に関したら自分がまあ言うよりは、まあ、直接本人さんね意見聞きたいじゃないやっぱね。なんであの今回もそうなんですけど、動画に対してなんかこう疑問点とかあったら、あのまたこう次の機会の時にダイレクトで聞いちゃってもいいですか。全然いいです。本当に次来てくれるの？5月に。次5月来ます。もちろん。これで多分ね、俺5月飛ばしたらね、すげえ怒られるよ。視聴者さんにクレーム。去年見たからまあいいかみたいな。クレーム対応できないっすよ。ちょっとしかもお花なんで、はい、最初に撮っとくこともできんし、後からね忘れたからって7月に来てさ、あの撮ることはできんから。これはお約束します。ちゃんと来ます。来て届けるのが私の使命なので、はい、その時にまた答えれたらね、全然何でもね、今回の動画に対してのね、うん、あのコメント
まあ、もちろ ん, なんかこう渡辺さんに対してのコメントでももちろんいいんですけど、なんかあの結構みんなからもう私もそうだったんですけど、バラを始めて、うん、いろんな、まあ、バラの雑誌買えますよね、はいはいはい、育て方わかんないから、ね、とも雑誌って全然もう違う、言ってること違うって言って、まあ、どれ信じていいのって私も本当に悩んだ時があって、でなんかそのコメントにもそんなことが書いてあったらやっぱ一緒なんだなと思って、うん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 、どんないい方買おうが何しようが、うんうんうん、言ってることでみんな違うっていうことで、はいはいはい、って言われたんで、うん、私もそうだったんで、うんうんうん、でやっぱ自分はいろいろやってみて自分ができそうなものをやってみて、はい、よかったら取り入れればいいけど、まあそれなんかやっぱ合わないと思ったら次の人のことをやるみたいな、そんなんでも全然いいかなって思って、うんうんうん、間違ってることはみんな言ってないんで、うんうんうん素晴らしい。いや、まさにね、その通りだと思うんですよね。結構僕も自分のチャンネルでやってるんですけど、うん、やっぱ違う意見もあって当然だし、あのガーデナーによってやり方とかさ、あの地域によっても違ったりとか、そう当たり前にあるんで、本当に自分に合う人のね、やり方っていうのを一回やってみて、合うか合わないかみたいな。どれが正解ってね、ないような気がして。ああ、いいですね。嬉しいですね。花が咲けばいいんですよ、綺麗に。最終的に、ね、自分に合って、合った管理ができれば、そうなんですよくて、だから本の通りやろうとすると、やっぱり、ね、行き詰まってしまって、私も一回その行き詰まったことがあって、もう分かんないと思って、で、結局はまあ黒田さんみたいな、もう本当にやってる人に、はい、やってる人にね、聞くっていうね。あの何回かで私も聞いて、本当黒田さんはあの先生なんで私の、で、あのバラも始めたのも黒田さんの刺激なんですよね。あ、なるほど。もうあのオープンガーデンはもともと黒田さんも私も参加してって、うん、で、あの回ってこうバスツアーなんかで回ってくるんですけど、うん、まあ、黒田さんちの感激って言ったら皆さんのね、まあまあ、すごいね、感動が。そうね、もうその時に私もすごくショックで、自分ちのこの一年草の庭って何なんだろうみたいな。なるほどなるほど。それで、刺激を受けたわけだ。そうそうそう、それで、まあ、私もバラやってみようかなから、なるほど ね、まあ、ね。なったんで。確かにね、自分も思うんですけど、やっぱね、雑誌って、まあそれはあの間違ったことは書いてないんですけど、やっぱ疑問点を、あの解決できないじゃないですか、やっぱ出版社に言ってもしょうがないしで、ね、なんかやっぱ出てくるんですね、出てくる疑問が、やってくと その通りにやったのに、うん、どうやってここはどのくらいみたいなね、そういう細かいことがやっぱりそれやってる人に直接聞いて、であのこないだ、ね、うん、その去年の動画の時にすぐその後にすぐ来てくださった方が 何人か見えて、うんうん、やっぱその方もやっぱりその分からないところをやっぱ聞いてきたんで、みんなそうなんだなと思って、うんうんうん、でもそういうのやっぱ、うん、聞いて吸収してどんどんねやっぱ上達すればいいんで、いや、よかったです。亀くんガーデンチャンネルはこう自分だけのこう発信、まあね、さっきも言ったけどバッタだとね、良くないと思っていて、自分が紹介する人たちのガーデナーさんたちのお庭の手入れの仕方はそのガーデナーさんたち流のものを発信してもらいたいっていうのがまあ自分あるんで、そのコメントに対してコメントを本人がしてくれるっていうのは、まあ、一番いいことだと思いますんでね、まあ、協力していただいて感謝しか僕はない。やっぱどんどん聞いてね、そう、やってほしいと思う。聞きたいこと多いと思いますんで、うん、あの質問等ありましたらあのコメント欄の方気軽にね、あの初心者の方が結構いたりするんですよ。です、ね、結構なんだ黒田さんとことか渡辺さんとことか見るともうちょっと初心者じゃ分かんなすぎてついていけないとかって言って諦めちゃう人ももちろんおると思うんですけど、うん、私的に初心者の方こそどんどん聞いた方がね、うん、恥ずかしがらずに分かんないことはとにかく聞きまくるみたいな、うん、ことがいいと思いますんで、うん、まあ、あの気軽に聞いていただきたいなと。そうですよね。そしたら僕は気軽に聞きに行きます、ね。でちょっと話また戻っちゃうんですけど、あっこ、はい、新しい冊子あるじゃないですか。そうオープンガーデン豊橋、はい、ちょっと見せてください。チャラーオープンガーデン12回ですね、はい、豊橋オープンガーデン。これ私豊橋オープンガーデンは何ら関係がないので宣伝をっていうよりは、ここに私が紹介させていただいてる、かつてはあの村田さんですね、村田さんとかおさむさん、渡辺さんももちろんこちら乗っております。で今年は多分新たに豊橋初のオープンガーデナーたちをこの番組で紹介したいと思っております。まあ、冊子の方がですね、これ市内でしかないですよね、これね。そうなんです、ね、そうなんですよ。ごめんなさい、あのなんかちょっと全国配送したいなと思ったんですけど、今ちょっとできない感じなので、まあ、豊橋市民の方にちょっと言ってもらうか、なんとかして手に入れていただければ。渡辺さんのところは
4月中旬ぐらいからですか。あ、違います。あのうちはですね5月なんですけど、うん、あ、5月ですね。まあ、見ごろはですね中旬なんで、うん、やっぱ中旬に中旬、うん、来ていただくのと、あの私の場合愛知オープンガーデンの会も入ってますので、その情報はネットの方に出てますね。全然ネットで見られますので。確かにそうですね、うん、豊橋オープンガーデンはネットではちょっと検索できないんで、ね、田辺さんところのお庭はまだちょっと早いんでね、公開はしてませんけど、5月ですね、半ばがピークで、そうですね、オープンガーデンの方やってます。おさむさんもやってます。おさむさんの素敵です。ということで渡辺さん、長い間ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。あのこれね本当にあれなんですよ、渡辺さんの冬のお庭ってやる予定がなかったんですけど、あの要望が前から非常に多かったのと、うん、あの黒田さんも見せたんだから渡辺さんも見せてほしいって。黒田さんは男性ガーデナーの週末ガーデナー、渡辺さんは女性ガーデナーの週末ガーデナーっていうところでね、またちょっと女性陣夢が広がると思います。でこれがまた5月ですね、花が咲いた時期にまたお邪魔して、今度は風景の方をしっかりとがっつりと報告したいと思います。ということで今回の川目くんガーデンチャンネルは冬の渡辺さん家のお庭をお届けしました。渡辺さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回、バイバーイ。